こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。今日のテーマはこちら、浅入り最強ドリッパーグレイカノはどこまで最強なのかを検証してみたです。暮らしとコーヒーの動画、せーの。はい、こんにちは。こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。はい、12月、今年も残り1ヶ月を切ってきたという中で、今年いろんなコーヒー動画をやってきたと思うんですね。クラストコーヒー1年かけて、はいはい、年末最後にやたらと大物多くないっていう、まあ、最近ずっとライブとかでもやってるこちらスカルプターですね、うん、スカルプターもね、ちょっと電動でやれることが多いから検証するのがなかなか大変で、うん、毎回ライブになっちゃってるんですけど、ちょっとまたまとめてね動画出したいなと思ってるんですけど、それと同時にドリッパー界隈から出てきた、うん、今年最後の大物がこちら、うん、グレイカノです。はい、グレイカノドリッパーです。ドイツのね、化学力を生んだ最強ドリッパーなんですけど、この間のライブでやって、うん、浅入りがやっぱり特色がある浅入りができると、うん、だね、すごくあの輪郭もはっきりした味になってるっていう感じ。浅入りに上質な酸を求めてる人はもうこれが最強だと、うん、いうことになったんですが、このドリッパーがそもそも塩水なんですよ。このドリッパーが、はい、いろんな抽出ができるし、いろんなペーパーが使えると、うん、で皆さんが気になってるのは浅入りだけなのかっていうところですね、はい、深入りもいけるのかいろいろあると思うんですけど、本日の動画はこちらのグレイカノがどこまで最強なのかを検証していきたいと思います。はい、行ってみよう。やってみよう。よし、暮らしとコーヒーの動画では夏美店長、はい、開封をお願いいたします。はい、これサイズはあるんですか？ワンサイズです。ワンサイズ、はい。その側のスリーブ、はい、こちらがスリーブですね。なぜスリーブが必要なんですか？めちゃくちゃ熱いからです。はい、で、そのスリーブは水洗い OK なんですよね。うん、みたいですね。これをつけたまま洗ってもいいですよって。はい、乾きにくそう。確かにこれ、はい、っていうスリーブと、はい、そちらが本体ですね。はい、ですね。はい、こちらがブレーカーの本体。冬は冷たいね。そうね、今寒いので。ちょっと硬い、結構硬いです。最初の超ぴったりって感じ。え、サイズ合ってる？いや、合ってるはずですよ。寒さで寒さで縮んだとかある？あ、まあ、あ、できた、できた、できた。うわ、よかった、はい、なんとか入りました。はい、これが成長した状態ですね、はい、ブラックと、あともう一種こちらですね。こっちはもう何回もやってるからすごい、うん、これは回数でしょうね、うん、はい、伸びるんだろうね。伸びるんだろうね、ちょっとね、ああ、これ海外ではめちゃくちゃカラフルなんですよね、うん、このスリーブだけで販売したので、うん、色展開がなかなかあると、うん、あとは何ですか、それは。なんか3つ入ってて、うん、この人のチャンピオンズレシピ。あ、はい、うん、去年世界2位になった人のチャンピオンズレシピかな、うん、はい、この方のチャンピオンズレシピと、あ、レシピがベースのレシピ、バイパス、あ、お湯を足すレシピ、バイパスレシピ、はい、チャンピオンズレシピ、あ、まだ違う人のチャンピオン。ニコルはドイツのブリュワーズ、2022年のブリュワーズカップで勝った人なの？そうでしょうね、うん、はい、これを使ってね。そういうことですね、うん、マーティ、うん、これもチャンピオン、うん、この人は、うん、オーストラリアで行われた2022年の、うん、ワールドブリュワーズカップ、まあ、とにかくチャンピオンをやっぱ輩出してるって感じですね。ここ出てからここ数年で、シバリストと、うん、はい、まあ、いろんな人たちのレシピがあります。はい、はい、ということですね。はい、しまーす、はい、せーの、うーん、飛びすぎた。暮らしとコーヒーの動画、はい、開封お疲れ様でした。お疲れ様でした。浅入りの抽出を今からやっていくんですけれども、うん、前回ライブ中にすごく言われたのが、レシピでは公式ペーパーなんて書いてました？
シバリスト。はい、確かにヨーロッパなんですよ、両方、はい、で近いのもあって、まあ、シバリスト公式ペーパーとして据えてますと、はい、シバリスト使ったらどうなの、うん、っていうところを前回ご指摘いただいたので、うん、今回ご用意いたしました、うん、こちらです。こちらがシバリストです、はい、でシバリストはブレイカーの専用ペーパーも実は作ってるんですよ、はい、ただ今日本には正規輸入がないということで輸入元に問い合わせたところ、このファストがそれに準ずると、今回このファストのペーパーを使っていきます、はい、それと前回もう一つご指摘いただいたのが朝入りに最強のペーパー、アバカプラスです、はい、こちらですね。前回は条件を合わせるためにアバカでやったんですよね、うん、で今回は朝入りに特化したアバカプラスを使ってより朝入り向けのセッティングで比較していくと、でこれがもう文字通り早いです、ファストって書いてあるものになってあって、こちらは逆に僕はゆっくりに感じるんですよね、うん、なのでもうゆっくりか早いか、ここによっても味の違いが出るかもしれないですけど、グレイカノの公式レシピを使って落としていって味わいが違ってくるかどうっていうところをやっていきたいと思います。はい、暮らしとコーヒーの動画、はい、それではドリップしていきたいと思います。今日のレシピはこんな感じです。はい、ベースレシピですね。はい、はい、グレイキャノンの中に入っていたグレイカノンに入っていたこのベースレシピっていうのと同じようにしていきたいと思います。まずは、まあ、器具を温めるためにペーパーごとお湯をかけていきます。ペーパーリンスで大丈夫ですよ。ペーパーリンス、はい、ペーパーを洗うっていう意味ではないです。このグレイカノンに関して言えば必須ですね。あの器具を温めないとこの効果が発揮されないんで、説明書には書いてないんですけどペーパーリンスはやってください。はい、では今 20g 測ってます。レシピではコマンダンテで22クリックと書いております。はい、コマンダンテでね、タイムモアの方は 20クリックか19クリックかぐらいですね。 C3 で C3 だと18クリックぐらい。うん、では抽出をお願いいたします。はい、まずは 50g 入れていきます。はい、してないですけどサークルプアで50まで入れてください。めっちゃ抜けるの早い。はい、でそのまま30秒待ちます。はい、で2投目何グラムですか。 50g です。はい、なんかもう1分来る前に全部抜けるんだけどまあ、そんなもんですよ。このペーパーは本当高いから無駄にできない。このペーパーもそうです。で、1分45秒が来たら 50g 入れます。もう落ちたけどね全部。これ時間意味あるんかな、なんかピタピタに落ちてます何の時間なのこれ。どうしよう。で50、2分15秒が来たらもう50入れます。落ちたけどね。はい、落とし切りで完成です。
45秒と書いてある。まだもうちょっと落ちましたね。はい、抽出完了です。あ、外してないからどんどんタイムがいってますけど、だいたい2分43から45秒の間で落ちきってますね。はい、暮らしとコーヒーの動画。はい、続いてペーパーをアバカプラスに変えて入れてみたいと思います。レシピはこんな感じです。先ほどのレシピと同じですね。まずじゃあペーパーを温めていきますね。ペーパーリース抽出していきます。まず 50g を入れていきます。30秒待ちます。この時点でも違いますね。うん、抜け方が。そうですね、30秒が来たら 50g 入れていきます。100g 入れていきます。さっきの抽出と違いはありますか？今抜けが遅いので45分が来たら50入れていきます。1分45分で50入れます。2分15秒が来たら50入れます。落とし切りで完成です。抽出完了です。3分15秒かかりました。結構違いますね。やっぱ最後抜けが遅かったですね。うん、では続きまして、煮ハゼ以降のものをやっていきます。レシピはこんな感じで、今日は甘みのブラジルを使って抽出していきますが、まずペーパーリンスですね。この一手間がちょっと面倒っちゃ面倒なんですよね。はい、いきます。ペーパーはアバカフィルターでいってます。このペーパーなんですけど、さっきはカップ4、大きいサイズでやったんですけど、カップ1でも入るんで、どっちでもいいです。ペーパー自体はですね。どっち使ってもいいと思います。
はい、では抽出していきます。まず30ミリをかけていきます。はい、でこのまま30秒まで蒸らしていきます。最後は350まで入れていってサーバーのメモリで300が来たら外します。はい、抽出完了です。2分20秒かかりました。クラシとコーヒーの動画抽出が完了しました。お疲れ様でした。では飲み比べをしていきたいんですけれども、はい、浅入りからいきますかね、うん、はい、じゃあ浅入りのルワンダからやっていきたいと思います。まずシバリスト、はい、はい、いただきます。いきます。うんとアバカプラス、はい、ほう、なるほど。では夏美店長、はい、浅入り編、うん、シバリストとグレーカノという両方浅入りに特化したペーパーでやってるんですけれども、味わいの違いはいかがでしたか？全然違う。これはなんかそりゃそうだよねって思っちゃうけど、どう違いましたか？シバリストの方がクリアの酸が出てて、はい、アバカプラスの方が、もうちょっと味が複雑になってる。うん、なんか濃厚な酸味というか、うん、アバカプラスの方が味わいの情報量が多いです、うん、でシバリストの方は華やか、うん、あっさり、うん、まあ本当に酸だけが、うん、突出して現れているという感じ、うんうんうん、酸味を確かめるための味みたいなね、うんうん、アバカプラスの方が表情豊かな感じですね、うん、僕は美味しかったのはアバカプラスだなと思いました。やっぱり最後のアバカプラスの方が抜けるのがねちょっと遅かったので、うん、その分結構紳士されてて、うん、極端に早いペーパーと極端に遅いペーパーだったじゃん今回、うん、まあ、その結果が如実に出たなっていう、うん、で素材はこれ実は一緒のアバカなんですよ、うん、うん、なんですけど、まあ、抜ける速さで、まあ、いろいろ他も違うとは思うんですけど、うん、主に多分抜ける速さでこういう違いが出てる。暮らしとコーヒーの動画、じゃあ続いて2ハゼ移行編ですね、はい、をやっていきたいと思います。まずグレイカノから、はい、うん、なるほど。でフラワー、
では夏美店長、はい、2ハゼ以降のコーヒー、うん、グレイカノとフラワー、はい、飲み比べてみましたが、味わいの違いはいかがでしたか？全然違う。違いましたね、はい、これ浅入りぐらい違った？いやいやいや、そうでもなかった、うん、じゃあその辺教えてもらっていいですか？浅入りよりも、うん、違いの大きさっていうのは弱めです。濃厚に落ちたからいいっていうかよりかは、濃厚に落ちすぎちゃってて味がちょっと、うん、ちょっとバランス悪いかな。ちょっとバランス悪いですね。なんか味が飛び抜けてるのが何個かあって、うん、まあ、酸味結構出てるんですよ、うんうん、酸味が結構出てるのと、穀物感みたいなものがブラジル特有の味なんですけど、少し強く出てるかなっていう感じはあって、味がちょっと散らかってるっていう感じが僕はグレイカノの方から感じました。なので美味しかった方はフラワーの方が美味しかったなっていう感じでしたね。暮らしとコーヒーの動画、グレイカノの検証をしてきたんですけれども、はい、浅入りは向いていると。ペーパーはどっちが？ペーパーは私はアバカプラスがいいなと思いました。前回アバカでやってるんですけど、はい、アバカでもいいかなと思いました、うん、アバカの方がもうちょっとまとまりがある味になってる気がする。酸、うん、を楽しみたいんだったらアバカプラスだし、全体の調和を楽しみたいんだったらアバカの方がいいかなっていう感じ、うん、シバリストはちょっとまろやかかなっていう感じがしましたね。シバリストは私はちょっと味が出てないなっていう、なんか、まあね、酸だけが突出してて、なんかじゃあそれが美味しいのかどうかって聞かれた時に、そう、一概にはそう言えないなっていう。確かに。という感じですね、はい、じゃあ中深入りに関して、2ハゼ以降のものに関しては、うん、まあ普通のフラワーでも、ただ、うん、平均点は出せるトリッパーだと思うんで、うん、あとはペーパーとの相性だったり入れ方とかでなんとかなる範囲ではあると思うので、うん、グレイカノ自体は万能には使えると思います、うんうん、ただ酸味系、うん、2ハゼ以前のものに特化したトリッパーって考えるのが順当かなっていう風に感じました。たくさん、このグレイカノドリッパーはどういう人におすすめですか？グレイカノドリッパーはおすすめなのはやっぱり2ハゼ以前をたくさん飲む方っていうのは、これじゃないとできない表現がある。浅入り系だったりとか中入りだったり、コーヒーの酸味を楽しみたいっていう方はグレイカノはいい選択だなと思いますね、うん、ただ夏美店長も言われたように1台目ではないかなと思います、うん、まあ、やっぱりこれ値段も高いんですよね、うん、なので初めてのドリッパーはさっきのこういうフラワーだったり、もう桁が一つ違うぐらいの、うん、そうですね、うん、ぐらいなので、いわゆる塩水みたいなのを試してから自分はこっちの方が好きだっていうのが明確に決まったら、グレイカノが選択肢に入ってくるかなっていう感じですね。うん、私が思うに、はいはい、まあ、コーヒーはそれなりに楽しんでて、うん、焙煎度とか、うんうん、あの器具とかもそれいろいろこう何個も持っちゃってるのよっていう、はいはいはい、その中で自分は浅煎りが好きだから、うん、もっとさらにこう、うん、あのコーヒーの世界に、うん、あのもっと深くどっぷり足入れたいみたいな方は、うん、グレイカノがいいんじゃないですか、はい、まあ、あと公式も言ってますけど、あの所有欲が満たされる、所有欲が満たされる、確かにね、それ大事ですね、うん、コーヒー動画そういうところも大事なので、はい、ね、こちらは器具さんで売ってるので、はい、器具の方をチェックしてみてください。でこれがたくさん売れたら多分スリーブとかも始まると思うんですよね、うんうん、今やっぱり出荷台数がめちゃくちゃ多いわけじゃないから、うん、これがどんどんこう流通していくごとにまだいろいろ楽しい要素を隠し持ってるので、そのあたりも公開されるんじゃないかなと思います。はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。暮らしとコーヒーの動画、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか？気に入っていただけましたら高評価、チャッチャッチャ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また X、Instagram と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、X の方は事前検証やアンケートなんかもやっておりますので、ぜひフォローして応援の方よろしくお願いいたします。はい、さて来週の暮らしとコーヒーの動画は、ちょっと年末はバタバタしてまして、収録できる時はやります、はい、できない時はライブやります。はい、まあ、また何かやってほしいこととかありましたらコメント欄の方に寄せてみてください。はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でー。
はい、夏美店長。はい。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。何か、グレイカノに関して言いたいことがあると。はい。このグレイカノはですね、キグさんのページにも、何箇所かにも書いてあったんですけど、必ずこのスリーブをつけて触ってください。なぜなら、激アツだからです。はい。はい。今はもう冷めてるので大丈夫なんですけど、ここ、めちゃくちゃ熱くて、持てないので、うん、必ずスリーブをつけて入れるときとか、片付けるときは、うん。はい。はい。っていうことと、あと、この下がね、うん、引っかかりがないんですか？サーバーのね、うんうん、だから、ちょっと滑りやすいので気をつけてっていうのと、うん、あとこの受けがガラスだと、うん、こっちが硬いので割れそうで怖いな、はいはい、やっぱ下はトライタン製がおすすめです、うん、はい、はい、ということです。なんか公式のサーバー出せばいいのにね、グレイカノもね、うん、という感じでした。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。